大野塾大鳥来館は愛知県新首領市大野にある喫茶店兼ギャラリー。建物は1925年に東三河地方発の民間金融機関である大野銀行本店二代目社屋として建設された。2009年1月8日には旧大野銀行本館、旧大野銀行土蔵の2軒が登録有形文化財に登録された。敷地の東隣には 明治時代の建物で営業する旅館、若松屋があり、北隣にはやはり登録有形文化財の給料亭菊水がある。愛知県八名郡大野町は養産業の中心地であり、明治時代には県市製紙工業が盛んとなった。杉や檜の植林による林業も盛んであり、林業金融には大野銀行も一役買っている。さらには、 秋葉街道や別所街道の宿場町としての性格も有しており、何軒もの旅館が立ち並んでいた。1896年に設立された大野銀行は、愛知県東三河地方発の民間金融機関である。初代社屋は木造2階建ての洋風建築だったが、1925年、大野銀行本店の2代目社屋としてこの建物が建てられた。 設計や施行を行ったのは、岡崎市の岡崎信用金庫資料館や名古屋市の名古屋当時機械館を手掛けた清水翔太郎。太平洋戦争後には、大野銀行が東海銀行に九州合併され、1945年9月には、東海銀行三河大野支店となった。1963年7月には、東三河信用組合三河大野支店となり、 2000年10月には、豊川信用金庫三河大野支店となり、2003年1月には、最後に、豊川信用金庫放来支店三河大野出張所となった。客数の減少によって、豊川信用金庫放来支店三河大野出張所は2006年9月23日をもって閉鎖された。豊川信用金庫は、新城市当局に対して、 土地と建物の無償譲渡を申し入れたが、新城市は所有するメリットはないとして難色を示した。これによって建物の取り壊しが懸念されたが、新城市で生コンクリートを製造する末広産業のあがた健事社長が土地と建物を購入し、購入費用も合わせて数千万円で天井や床などを回収。2007年10月2日に喫茶店ギャラリーの 大野塾、大鳥来館が開店した。鉄筋コンクリート作りの2階建てであるが、外観は、石積み風である。東西は17メートル、街道に面する南北は9.7メートル。メダイオンがついた玄関が特徴。玄関は角地に設けられ、曲線状に作られている。1階の客だまりと執務室はカウンターで仕切られており、執務室は一段高くなっている。 土蔵は明治時代中期の建築であり、1896年に初代本館と共に建てられたと考えられている。1階部分は板張り、2階は漆喰仕上げである。2012年3月1日にはクラギャラリーとして一般公開が開始された。ありがとうございます。